はい、みんなで、はい、Vサイン、はい、ピースピースピース、ピース、はい、チーズ、はい、大丈夫です、はい、いいしゃー、ありがとうございました、感動しました、本当に、してます、あの、行きますね、必ず、必ず行きます、あの、すごい素敵な番組になりそう、うん、本当に感動しました、期待しててください、はい。おそば、今日はそばもり、そばもりさって言っていいです、もうマツコさんそんなこと言うたらもうみんなもうテレビってね、すごいですね、そう言ったらもうみんなそばもりそばもりって言われたら、もうそばもりでいいやと思ってなんか昨日一昨日前から長野に来てらっしゃるんです、そうなんです、はい、昨日は戸隠のあのちょっと凛としたあのちゃんとした新そばの神様におそばを供えるっていう、お祭りに参加させていただきまして、あ、なるほど、はい、その式典にも、式典にも、はい、完全なるもうおそば通というか、いや、すごいやばいですね、はい、あの、言っときますけどそば通じゃないので、あ、違うんです、そば好きなんです、で、これはね、ちょっと本当に難しい、日本のそばの、食、あの、自給ですね、はい、これはですね、20%大半が輸出に頼っている、まずかまずか急に難しくなりました、うん、日本の食料自給率を、50%を超えているか、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺読むとこ間違った、いや、でも正解いましたごめん、俺今自分で日本で 20% なんですよ、答え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 よ、はい、じゃあご紹介いたしましょう、この長野吉田高校戸隠市文気校戸隠の皆さんなんですが、全国の高校生が戸隠を競い合う、全国高校生戸隠選手権大会、通称戸隠甲子園という大会がありまして、なんとこの吉田高校、戸隠市文工はですね、平成27年、30年、令和元年、団体戦で関東賞を受賞されています、素晴らしい、そして今年の第1回全国高校生そば打ち大会でも団体戦関東賞を受賞するという経歴をお持ちなんでございます、素晴らしい、ありがとうございます、で、今日来ていただいたのはですね、今年の団体戦の出場メンバーで水回し骨を担当の小林篤さん、イエーイ、お願いします、はい、はい、一番最初のですね、はい、次、野市担当の長谷森ゆずさん、イエーイ、はい、お願いします、野市っていうか、軽く、まあ、全然どこもあるね、はい、そして最後、キリン担当の小林ゆずさん、イエーイ、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ準備が整ったということでよろしくお願いいたします。お願いします。靴を脱ぐんですね。アイテムがあるんですね。あ、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、ちょっと今始まるんですが、そばアレルギーがあるという方、ちょっと変わった方が良いかと思います。はい、ちょっと粉が回る可能性もありますので、よろしくお願いします。ご注意ください。お願いいたします。じゃあ今次はどんな感じになっていくんでしょう。次は第一課程ということで、一番最初の水回しで水回しをしていきます。あ、そんな風にやってた昨日。徐々に水を加えて使えるんですね。でもそもそもあのそばに入るっていうそのそれやっぱり長野県を持つのポピュラーなの。スワンブはあまり多くない、全国的に見ても多くなくて、でも長野県でも あまり多くないですね。そばの甲子園っていうのはあれは夏についてやるつもりあるんですか。夏ですか。夏ですね。やっぱ甲子園出るから夏なんですね。全国で何チームぐらい来るんですか。全国で何十チーム。
時期までもまあまあじゃん。え、そのうち長野ってどこに行きます？え、あの高校はあの上に何か戸隠市にあるの？あ、はい、戸隠市にあります。戸隠市部門です。え、どれ、どれなの？高校なんかある？あった、あった。え、いいやつ、いいやつの場合じゃない？え、いいやつ、うん、もうそばのいい、いいやつ、え、いいやつの場合っていいの？あいや、これ両親の感じ方だったかもしれない。すごい、だんだんこう塊が大きくなってまいりましたが、はい、来たな。じゃあこれ入りました。お、これはなんか何回とかなんかって決まってるんですか？そういうわけじゃない。回数は決まっていないんですけど、ここでしっかり練りをしておかないと、この後もし合い切りに入った時に切りやすい人が出てしまうので、もう少しは100回以上ですね。今もうね、やってくださってますけど、アンさんも力いっぱい足元にいる中も押すときにつま先立ちになってられます。リズムがいい。うん、今なんかパンのように中へ中へこねてる作業があるんですが、これはなんか言葉とかあるんですか？これは決めにといて、中の空気が抜く作業です。この模様が少ないように見えることが少ないと言われています。すげー、上から見たら初めて。うん、アンさん、作業中ごめんなさい、練ってる方向をちょっとお客様に見せてたらいいのか。わー、見事じゃ。そう、すごい、すごい、中に入ってる、素晴らしい。あー、アンさんも続けてください。ありがとうございます。綺麗に中に入ってますね。先ほどまであんな力強くやってたのに、今ちょっと滑らかに優しく、うん、なんかちょっとおもし的な、あ、敵、はい、お、敵ですか？一旦水のしわ。さあ次はのしということでございます。丸く、じゃあトワクシは伸ばしていくのがトワクシなるね。これってどうなんですか？なんか大変なところとかってありますか？やっぱりその丸、きれいに丸を目指すのは、やっぱりその指が、まず自分の指なんですけど、難しいですね、もちろん。あー、池森さん、まんまそばもやるようにしてた？番組とももう見させていただいて池森さんがミュージシャンっていうのは知ってました？一応ご存知ですけどね。そう、なんかすごい心配されてたんですよね。いや、いいんですよ、高校生は分からないじゃないですか。いや、だって世代がさ、いいんですよ。今の若い人たちは、あのテレビね、はい、とか見た人はみんなおそばもいると思って、いいんですよ、そばはうちの師匠に叫ぶ人と思ってください。もう見て、サイズが大きくなってきた。だってこれぐらいいくよね、この板。板ぐらいいきます？このぐらいも危ないで。そうですね。すごい綺麗。芸術だ、芸術。そうですね。わあ。どうですか、でも見てて言いたくなったりしませんか？ないですね。そこはないですね。ないですね。やっぱりこう、なんか見てる人に、さんがね、はい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 、作ったものをもう合唱していただきますっていう側みたいですね。なるほど、はいはい、ちょっと雨が強くなってまいりました。ちょっと上がりますか、はい、どうしますか、上がりますかね。一回止めて、はい、大丈夫ですか？生地濡れたけどなんとかなりそう。大丈夫ですか？濡れてもここからカバーするのが彼女です、ね、わー、こんな技、ね。そうだね、部長かっこいいこと言いますね。実際あのこう切れていったりするもんね、それもちゃんとつまいでいくもんね。あ、室内の中でつま打ちをしているので、外でつま打ちをするのは あまりない経験なので、こうやっても雨降ったりとかするこういうアクシデントも、まあ、いい経験になると思います。なるほど、素晴らしい。立派な、もうちょっとめっちゃ綺麗です。もう伸びてきましたよ。さあ、今折りたたんでおります、うん、そうですね、畳いいね、綺麗だね。なんかクレープみたいな、クレープ、
あー、綺麗に。あ、さあ終わったんですね。はい、のしー、はせもりさん、終わりました。ありがとうございます。最後、キリ。はい、小林優太さん、キリです。あー、おお、早い。おお、音を聞いてた、これね。すごい。皆さん見えないですよね。どうしたら見えるか。ちょっとパラッと見せられますか。できる範囲で。見せるかな。切れるか。イエーイ。すごい重い。素晴らしい。すごい。これ1人前。2人前ぐらい。いや、そう。ちょっと、もうちょっと、2、3本とかですかね。まず1人前ではないです。あ、なるほど。あ、戸隠しのあの、ほら、これ、なあれ、ぼっちもりか。あ、あれは戸隠の文化ですか。あんま長野市ではそういうのないですね。そうですね、戸隠の象徴が、ね、丸くって、ぼっちもりっていうのが戸隠の伝統、うん、これはあの、そば粉、そばほら、甲子園、そば甲子園か。それでどのぐらいで違うんですか。何十年もやってます、うん、例えばほら、こう夏の甲子園だったら何第100何回も行ってますからね。はい、そば甲子園でどのぐらいですか。そうですね、はい、そんなに結構浅いのかな。まだ、あ、浅い。あ、まだ浅い。まだ、はい、夏の甲子園が盛り上がるぐらい、うん、知らせるね、池森さんそうですね、いや、本当に もっとちゃんとスピーカーしてあげたからね。すごい、うん、で、またなんか高校生が頑張ってるっていいですよね。それなの。いやー、だって今切ってるね、ゆうとさんみたいに蕎麦屋さんになりたいって今から言ってる子もいるわけですから。素晴らしいね。ね、無理でしょやってみたいと思わないでしょ、そもそもが。いや、切るのだったらいいかなと思いますけど。あ、さっきの工程を全て壊しちゃうだからどうしようみたいな。そうです、そうです、そうです、思っちゃうじゃん。思っちゃいます、思っちゃいます、うん、そうですね、確かにそれはあります。じゃあ、切りも終わりですかね。はい、ゆうとさんありがとうございました。いや、今日はですね、お三方がね、あの綺麗なおそば口披露してくださいましたが、ここに、3人から池森さんにお願いがあるんですよね。はい、じゃあお願いの方ぜひ。ピアノは弾けないよ。そうなんですね。手紙、なんだろう、手紙。あ、かわいい手紙。これ、ちょっと見せてください。これ手作りですか。あ、見てください、そば売ってる。じゃあ、どうぞお呼びください。じゃあ、池森修一様へ、はい、で池森さんにお願いしたいことがあります。はい、今度、戸隠文庫にぜひいらしてください。はい、私たちと一緒にそばを打ちましょう。そして、一緒に食べてください。はい、昔ようなら、信州戸隠そば赤坂店に押しかけちゃいます。押しかけちゃい新州戸隠池袋にそば赤坂店の収録にじゃあ行きますよ。あ、ね、その高校に。あ、ありがとうございます、ね、うん、私たちが卒業する前にぜひ来ていただきたいです。卒業する前ってことは 3月まで、はい、あと期間がないです。大丈夫よ、それは俺決める話じゃないんで、はい、今もすぐもう 目で送ったら決めてって。え、3年生は3月までちゃんと部活動するんですか。あ、はい、あ、ですか。じゃあ3月まで大丈夫、絶対行きます。お、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。え、どうしますか。今日でもなんか食べるのもありましたし、打つのもできるというお話があったんですが、いや、だからもう、いや、せっかく行ったらやりますよ。
先生に教えてもらって やってみますよ。もう完全もう蕎麦堂の道に行かないなんか言ってたけど、こんなオファー来たらそれはもう行ってみて、あのいや向いてるかどうかちょっとほら確認できるで、ね、いやもうありがとうございます。いつ買っていただいたんで、これをすぐあの多分今もう現状スタッフ陣はバーッと考えてると思うし、スケジュール合わせて、水曜日だけやってるんだ。水曜日がいいですね。はい、水曜日です。はい、すごい、今ちゃんと収録を抑えてますから、この約束、ね、この収録は使ってていいですか、ちなみに。あ、それ感動大丈夫ですか。あ、OK、 大丈夫ですよ。じゃあまず、まあ、この収録をどう編集するかわかんないけど、あの放送の日になってまたちゃんとご連絡しますから、で、あの今この約束したのも流しますから。ぜひぜひ。ね、すごい、うん、もうそこまでしたら行くしかないですもんね。いや、行きますよ。よかったです、ありがとうございます、うん、いいですか。 ありがとうございます、はい、必ず一番に渡してくださいって書かれてこられたんですからね。はい、すごい、ね、近いうちに、だって3月までなんて本当もう今11月ですからね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。やばいぞ、結構好きかもよ。なんか聞くっていうよりもこれソフトクリームみたいになっちゃう。おお、大きくなってきた。マジ？いや、一応音楽家なんでね。カセ。